アンフィオニデスアンファイオンイズレノーディはプランクトン製、甲殻類の一種である。全世界の熱帯域の海洋に生息し、妖精は表層でよく見られるが、生態になると深海に移動する。アンフィオニデス目、アンフィオニデスカは人絵型である。全長 25mm 程度になる。密室ス妖器が13機あり、この間は表層で生活する。目は大きく、 目柄を持ち前方に突出する。第一胸足は口を折っており、その元節は平たい。これは餌粒子を口に運ぶための適用だと考えられる。オスはメスより第一触角が太く、長くなる。また、オスは成長につれて第八胸足が出現するが、メスでは出現しない。これに伴い、オスの生殖口は第八胸足に開くが、メスでは、 第六、胸足に開く。メスでは、第一福祉が大型化して、肺高の開口部を塞ぎ、受精卵を育てるための検出とする。第五、胸足も慎重し、これで卵の掃除を行う。有生体はほとんど発見されない。これは、オスは肺高が流線型で遊泳力が強いことと、成熟後の寿命が非常に短いことによると考えられる。 ハンアリ種であり、全世界の熱帯海域に分布する。プランクトンで、妖精は、深度100メートル以前、生態は700-1700メートルに生息する。被災は、妖精個体によるもので、当初は、エビの一種だと考えられていた。1904年に、カール・ビルヘルム・エイリヒジマーが生態を別種として、被災したが、これが、 同一種だと分かったのは1969年のことだった。1973年、ドナルド・アイ・ウィリアムソンによって本種は独自の目に移された。種商名レノーディはアンリ・ミルン・ウェドアールによって付けられたもので、おそらく彼の友人であるフランソワ・ドミニク・デ・レイノードへの県名である。ミルン・ウェドアールが付けた俗名はアンフィオンであったが、これはスズメ画家の一族のジュニアホーモニムである。 ありがとうございます。